プラモデル、瓦礫、3D プリント、クオリティアップのため、塗装前にヤスリがけは必須。でも、かなり粉まいますよね。気づいたら机も、灰の中も、粉まみれ。ってそれ、やばくない。ってなわけで、今回は以前作ったこちらの自作塗装ブースに、集塵機機能を増設しました。5秒で塗装と集塵を切り替え、フィルターレスでお手入れ簡単。塗装ブースの反流用でパワフルかつコンタクト。作り方から使ってみた感想までしっかりお届けするので、興味ある方はぜひ最後まで見てってください。まずこの自作塗装ブースの構造を簡単に説明します。箱の上に大型の換気扇用ファンが乗ってまして、箱の中に斜めに仕切りがあります。こちらからエアブラシで拭いた塗料を上下の隙間から吸い込む構造になってます。よく見る構造だと思います。この塗装ブースの作り方も動画にしていますので、もしご興味あればそっちもお願いします。2枚板を増設するだけで、ここに集塵機機能を増設できます。ここの作業面になる板と上の隙間を塞ぐための板です。ポイントはヤスリがけをする下に吸気口を作ること。こうすることで粉が舞った時に重力を味方につけつつ粉を吸い込むことができるので、パワーアップできます。この構造だとファンは上にあるため、吸い込んだ粉はファンに吸い込まれず、この板の下に溜まります。そのためフィルターいらず、メンテ性爆上がりです。上の隙間は塗装ブースとして使うときは塗料の跳ね返りを吸い込む役目がありますが、集塵機として使うときは逆に粉を舞い上げてしまう可能性がありますし、ファンのパワーも逃してしまうので、もう1枚の板で塞げるようにします。2枚の板をヒンジで動かせるようにすることで、塗装ブースとして使うときは上げて、集塵機として使うときは下げるだけ。これで手軽に切り替えられます。余計な場所も全く取らない。では実際作っていきます。 MDF 板を発注、ショップさんに切ってもらいました。1700円ほど。余ってしまった分は四角に切ってもらって、今後作るフィギュアの台座として有効活用します。ブースを1回解体します。ついでに掃除も。解体できるように設定したのが生きてます。作業面になる板に100均の PP シートを貼ります。これとても重要です。洗剤使って拭き取りできるので、ブースをきれいに保てます。吸気口となる穴をバシバシ開けていきます。なんとなく六角形に若干歪んでますが、ご愛嬌。ヒンジに取り付け、いいですね。続いてみんな大好きマグネット、板を保持するために使います。板の横に穴を掘って埋め込みます。反対側となるブースの壁にも埋め込み、マグネット思ったより大量に仕込んだ方がいいです。私足りずに一回組み直ししてます。では組み立て、これ組んで、こっちも戻して、いろいろと装備を戻して OK。 あとはここの隙間を埋めるためにスポンジを貼り付け、これで完成。早速実験してみましょう。使うときはこの板を下ろす、そして上の板も下ろす。これだけで準備完了。まずこれファンを動かしていない状態です。見やすいように後ろに黒いフェルト貼ってますが、おお、待ってる待ってる。いや、今までこの状態で作業していたのか、思ったよりやばかったかも。ではファンオン。お、めちゃくちゃ吸ってる。全然違いますね。板の上にも粉残りますが、ささっと落とせば大丈夫。そして板の下はこんな感じで粉がちゃんと溜まってます。あとはこれを濡らしたキッチンペーパーで拭き取ってあげればいいだけ。フィルターなしでお手入れ超簡単。いかがでしたでしょうか。自分としては結構使い勝手いいものができたと思ってます。それいい。
って思ってくれた方いたら嬉しいです。もし作ってみた方と買いましたら、ぜひコメントください。泣いて喜びます。今度も塗装ブースアップグレード続けてきますので、アイデアも募集中です。では、またね。